2 and 3 4 and 5 6 7 8それでは2番の A メロはさあちゃんとこ行きたいと思います。最後サビが7 8で終わりましたね。ちょっと右に進みます。私ギリギリこっちまで行きますね。したら右足から進んでもらって1右手払います。2 and 3したら左足から回って4 5 5 6 7 8で開いていきます。はい、まず手がですね5 6 7 8したら右手払って1手首を下で2 and きます。このまま左へ右へ行きます。はい、1 and 2 and 3で胸、したら4でこっち向きで開きます。したら5 6でグーを重ねてもらって、こっからふんふん右に開いていきます。はい、でサナちゃんはこっちの手このままこう来ておりまして、後ろの、ももちゃんとなやちゃんかなは多分こう両方ひっくり返すっていう感じで、ちょっと違うかなっていう感じします。サナちゃんこのままなんでシュッ、手首このままいきますね。はい、足が、ゆっくり歩いてもらって右から1 and 2 and 3 4で回って5 6足開く7 8でちょっと右にお尻を体重ずらして分いきます。はい、明日と一緒にいくと5 6 7 8右1 2 3回って4 5 6 7 8。はい、これはグーになるための準備として、パンパンちょっと一瞬パーになります。したら上から開いていきます。はい、手が右の方に開いていくので、お顔を左側にこう外してあげる感じ。そしたら次ね、ついちゃんやりたいんです。ついちゃんね、右足から歩くんですよ。7 8、本当は1でこうね、左足を追い越しながら右から進みたいんですけれども、私ちょっとお家が狭いので7 8来たらこのまま右から進みます。1 2 3 4で歩いてきて5 6 7 8 4回いきます。はい、歩くときは右足から歩いて1 2のときね、1本2 3 4で開いていきます。したらここから5、お膝と肩がですね前にグッて入る感じ、横から見るとふ、お尻を後ろにこう斜め引いてあげる感じ。5入れ替えて6 7 8。そしたら、チェヨンちゃんきます。歩いて1 2 3 4 5 6 7 8 1っていうところまでですね、つながってズンチャカズンチャカラップが始まります。5 6ついちゃん終わりました。右足から歩いて1 2で左手が下にパーできます。右手上からスライドシュー、したら右手右足タッチタッチ、上からフーン重なって右斜め下をブーン落としてください。はい、その時に左膝が気持ちこう中に入ってくるのと、ブーンお尻と頭がちょっとだけこう左側に外れていきます。ブーンゆっくりきた8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1っていう感じになっております。後半がですね3 4 5、したらお膝外に向けて頭とお尻後ろブンこっちにはめます。右足からトントン移動して、移動してというか足を真ん中に集めてくる感じかな、トントン。はい、で一回倒した頭はそのままキープでトントングーになります。したら胸を前に当ててブン一本シュ裏側にはまっていきます。はい、 OK ですか。もう一回倒しよう。5 6 7、もうちょっと前から戻ります。歩いてついちゃん2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。
ワン。そしたら次、ダヒョンちゃんです。ここから今、ワンできてるので、ツー、エン、スリー、フォー、パパ、エン、シックス、セブン、エン、タラ、っていうところまでいきたいと思います。2番の A メロは、1番に比べて半分の尺になっているので、ここまでで、次が B メロになります。はい。やってみましょう。最後、5、6、7、A、1。来たら、2から移動。2、3、4で準備して、パッパちょっと一瞬前に当たって戻ります。これが、体、もうほんのちょっと上に、パッパ当たるような感じ。したら、このまま左手の方にシュッ。払って、今度右側をお尻すくって、このまま手グーで、ボンボン当てて、集めてください。はい、OK でしょうか。ゆっくりですね、つなげてみましょう。ついちゃんのところから、せーの。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7、8。1。2 and 3 4 Papa and 6 7 8 Tara。 はい、ではですね、 A メロの2番の A メロの頭からつなげてみたいと思います。サナちゃんからいきますよ。 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8。ついちゃん、ワン、エン、ツー、エン、スリー、ファ。ファイ、シック、セブン、チャチャ。ワン、ツー、エン、スリー、フォー。ファイブ、シックス、セブン、エイ。ダヒョンちゃん、ツー、エン、スリー、フォー。ベベ、エン、シックス、セブン、エイ。タラ。はい、ではスピードアップしていきましょう。5, 6, 7, 8 1 and 2 and 3, 4 and 5, 6, 7, 8 1 and 2 and 3, 4 and 5, 6, 7, 8 1 and 2 and 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2 and 3, 4, パパ and 6, 7, 8たら。ですね、2番のビームでいきたいと思います。ミナちゃんですね。タララン、タラ、終わりました。そしたらワン、ツー、スリー、フォーで下からゆっくり上がってきます。セブ、エイ、タラ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー。そしたらファイ、シック、セブン、エイで前に進んでいきます。ズズズズズ、飽きたら表から一瞬でふー、裏でひっくり返してきてもらって、右足歩くときに手を、ちょっとこう、外に払って進んでいきます。はい。もう一回行きましょう。タララン、タラ。ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ。したらゆっくり、ワン、ツー、スリー、エン、フォーで横まで手を上げていきます。気持ち、一番よりも、裏向きな感じ。ワン、ツー、スリー、エン、フォー。したら、もう一回、ファイ、シック、セブン、エイで、ここを上がってきます。はい。お尻が、右の方に一回、こう上がりました。したら、もう一回、気持ち、左から始めてもらって、ファイ、シック、セブン、エイ。頭も一緒に、後ろからこう来たら、ほんのちょっと最後、こう中に入ってくる感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、シック、セブン、エイ。っていうのが前半でございます。いきましょう。5、6、7、8、たら。and 2 and 3 4 5 6 7 8 1 2 3 and 4 5 6 7 8。 きた。したら1番と同じことを繰り返します。 1 and 2。はい。1番ですね、私右を向いたんですけれども、2番はですね、次チェヨンちゃんすぐ下下がるので、このまま顔前にしようかなと思います。なんですけど、他のメンバーさん右向いてるので、右向いても OK です。私そのまま前向きます。1 and 2。手は一緒です。したら、ツルルルルで下に下がります。はい。タラララララまでこう来たら、右から、ズズズズズ。1、2、3くらいかな。
1周半を時差で回すのが一番音にハマるかと思います。タラララララ、頭下げる。この時はね、両方お膝をこう曲げてるような感じでございます。したらバフ起き上がります。はい、起き上がった時はお尻がですね、前にこうはまってほしいので、今こう来てチャラララララエンチャラララララ下がりました。したらお尻前に残して起き上がる感じになります。そのタイミングが1 and 2 and 3 4下がる、後ろに上がってきて5 6、一本で外にパフ6、来たら繰り返しです。ボンボンボン、チャララチャラララララドドドエンソビンになります。みなちゃんが1 2 3 4 5 6 7 8来ました。歩いて1 and 2、ちゃんちゃんくる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 りん、後ろ5 6、右足出してこれ繰り返し、チャラチャチャ and 2 and 3 4、ここ繰り返し、チャチャチャドドドまで来たら2、3尾になります。頭からですね、ゆっくり通してみたいと思います。いきましょう、ベベーからいきましょうか。5 6 7 8、たら1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。では早いカウントでチャレンジしてみました。いきます、ダメ5 6 7 8、たら1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。ダダダ、はい、それでは2サビいきたいと思います。2サビの一番最初だけですね、ナヨンちゃん振り付けがちょっとだけ変わります。でその後しばらく繰り返しになって、最後のここが新しくなります。なのでちょっと最初の部分と最後増える部分を最初重点的に確認して、一緒につなげていきたいと思います。ではやっていきます。チャララララララダダダまで来ました。そしたらナヨンちゃんですね、右側を引いてもらって、ワンツースリーフォーファイシックスという風な向きになります。はい、皆さんはいつも通りこう横を向いてたりとか、一番と丸っきりサビ一緒にしてもらっても大丈夫です。ナヨンちゃんやりたい人は一緒にやってみましょう。チャララ来ました。そしたら右側のお尻を引いてもらって、ワンエンツー胸前、スリーフォー突っ込んで、ファイブシックスセブンエイでセンター入ります。はい、これですね、体の使い方ドンドンカ、これはサビ解説でやった通り、後ろ前ドンドンカっていうのは変わらないんですね。で向きが向こうだ前にするとダダダ来ました。右お尻を引いて、ワンエンツーエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンエイ、こっち最後ね、右手が前になりますね。はい、なのでセブンエイ来ます。そしたらタラララアアアチャチャ、こっから繰り返しになります。チャラチャラチャララ、見たことあるやつ、OK ですか。なんで手もほとんど動きは変わらず、体の向きだけ変わる、ズズズ、そしたらセブンエイで右手が前になるようにしてもらって、お尻を左に弾きます。その時に手をパーにする。3回ダダダ、そしたら左足をくるり回して、ここ右手つきます。はい、タラララトントントンチャチャララララ、したら移動一緒、ファイシックセブン、左もやる、チャンチャで
しばらくサビ繰り返します。もう最後の最後までやる。チャラチャラチャララ、2回目のタンタンタタラランまでやります。まるっきり一緒です。そしたら次から変わります。ももちゃんが登場してくるよ。 1&2&3&4 and and 5678っていうのが出てきます。はい、ドアを開けて開けてが来るんですね。手だけで逆にすると、右手をこっちから開いてもらって、左手開いてもらって、右肩を上から回して最後上で終わるって感じ。ドーンタ、はい、こんなに感じます。 1&2&3&4 and and したら1回下ろして、もう1回左から5678で帰ってきます。はい、足と一緒にやってみるとですね、チャーラーラー来ました。左足進んで1&2&3&4、ちょっと気持ち足閉じて、もう一回5678っていう感じで、頭とお尻ぐわー後ろに沿って戻していく。さあもう一回繰り返す。ボイアボアチャララ来たら、この後ジヒョちゃんです。右足を後ろに引いて5678で後ろに引いていきます。はい、最後のこの足なんですけれども、こうスライドするだけでもメンバーさんもいらっしゃるし、ちょっとねボアダンダンってか裏の音を気持ちちょっとこの足でついて音を増やしてるメンバーさんもいらっしゃるんですね。なので皆さんやりやすい方でいいのかなと思います。私はほんの少しだけ ついてみたいと思います。でつく瞬間もう最初に2個だけで、成分 A 来たら 1&2&、 ここほんのちょっと進んで3&4来ます。顎がちょっとスースースー、ここ上がる感じ。じゃあもう一回、ここ踏まない。シースースースー。はい。体の、この足伝って膝まで落ちたら、ふー、また腰まで上がってくる。で、もう一回、ボーアイ、ボーアイ。で、チャララ。右足引いて、ファイ、シック、セブン、エイ。はい。これは前に、ジャンジャーンしたら、後ろに引いてきて。はい、ということでサビは以上でございます。ゆっくりねちょっとつなげながら頭の中でちょっと整理をしてみて、で次早いカウントでってことで2回通したいと思います。パッパッパーからいきましょう。ワンツースリーフォーファイシックセブンエイ、ワンツースリーフォーファイシックセ、見て前タンタンタン、チャチャララな繰り返しです。ワンツースリーフォーファイシックセブンエイト、ワンツースリーエンフォーファイシックセブンエイ、ボーイアイボーイアイボーイアロー、ハラチャンチャンチャンチャラー、はい、1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 3シャツ。 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8。 それではですね、早いカウントで頑張ってみるよ、行ってみるよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8。 はい、それではですね、 D メロいきたいと思います。最後ジヒョちゃんが5678来ました。したら
みなちゃん行きます、左足を前についてワンツースリーフォーファイシックセブンエイワンツースリーフォーっていうのがきます。はい、まずですね、今左足が前で終わってると思いますので、この足に対してふー、腰が行くで胸が膨らんで戻るみたいな感じで、ちょっと足元からふー胸を開いてあげる感じになります。セーブエイワンツー、ちょっと膝ぐらいまで手下ろしたら、こっから頭すくってふう気持ちで手のひら裏の方向きます。したら右側にブーンちょっと引きます。お尻と頭をブーンふうきたシューシュふう、ちょっと右後ろになびく感じでワンツーエスリーフォーファイシックスきます。そしたらセブンで軽く手を中に入れてふっ胸のところに右足とともに登場します。そしたらもう一回お膝まで落ちてドンツースリーフォー、はい、これは当たった瞬間にふん登ってくる方がこうメインな感じになっております。やってみよう、せーの、ファイシックセブンエイワンツースリーフォーファイシセブンエイワンツースリーフォー、はい、でこれ落ちてる時に頭とお尻がまた後ろで近づいてフーツースリーフォーで、本当はみなちゃんフォーまで使うんですよ。なんだけど欲張りな私は次のついちゃんをやりたい、なんでワンツースリーフォーでついちゃんの準備を私はしたいと思います。はい、皆さんを、最後にやりたい人はワンツースリーフォーまで粘って大丈夫です。私はワンツースリーフォーでついちゃんの準備なので、この足は振りにはないですが、私は準備として後ろに下げます。フォー、この手を上げてファイシックセブンエイで戻します。ということで足最初はこうなってるんですけども、ファイブシックスで押しながらこっちにね体重が逃げていきます。手は上がるだけ、お尻は反対側に入れて、でこのままセンターに戻してくるので足が反対側で終わるっていう感じになりますね。はい、お顔もできたらふう左奥の方に頭のてっぺん突っ込んでふうふうセンター戻してきます。したらこっからマヨちゃん後半になっていきます。ズーンズーンパーン下ろすなります。はい、ちょっとねタイミングを戻してみますね。頭からいくとファイシックセブンエイワンツーエスリーフォーファイシックセブンエイワンツーエスリーツイちゃんファイシックセブンエイワンツーエスリーフォー下ろします。はい、スリーの時に手が上でパン叩いて下に下ろします。はい、ついちゃんは足こうなってるんですけど、なよちゃん右足から歩くのでそのままですね、右から歩きやすい、ワンツー歩いてスリーフォー下ろします。したらちょっとずつ速くなります。ファイ、ここ2段階で右右、はい、途中で止まって2個音を取る感じ。したらこの右手をそのまま上にパコってしながらドンドンで、今度は手を重ねてふふふ、最後左手が上で両手下向きできます。タイミングっていうのがねちょっと途中で変わるんですけども、ついちゃんファイシックセブンエイワンツースリーフォーファイシックまで来たらセブエイワンツースリーフォーって来て、どこで変わったって話なんですけども、歩いてワンツーエンスリーフォー、ここまでは表の音をワンツースリーフォー刻みました。したら次ファイシック、はい、ファイシック表裏表裏取ってます。ファイシック次セブエエン、はい、セブエエンになりますので、セブエー、ここないですね、表表裏ということで1個まず感じます。チャンチャンチャン、いいですか。したらこの手今左手上で両方下に重なりました。
右足から歩いて、ワン、ツー、スリー、フォー、前まで歩いてきます。したら、右足引いて、なよちゃん。ファイ、シー、ク、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォーで、ラサビ。はまります。タイミングもう一回確認しますね。セブン、エイ、来ました。ワン、ツー、スリー、フォー、歩いた。右足引いて、ファイ、シー、クで、前に胸が開きます。ブン、ブン、ブン。はい。で、お尻が一回、ふーってきたら、二回目で一瞬沈んで、胸が上がります。これが、ファイ、シー、ク、セ、ブン、エイ、ト。っていう感じで、一個待ちます。ファイ、シー、ク、セ、ブン、エイ、ト。そしたら、このまま、ワンの時、右手後ろからやってきて、頭をですね、左に倒して感じ。手と一緒に。こう倒したり。そしたら、お尻左のまま、左手一本上がる。ツー、スリー、フォーで一歩移動します。そしたら、ラッサビ。ワン、ツー、スリー、フォー。払っていきます。OK ですか。はい。あともう一回、ここから確認しましょう。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイ、シー、クセブンエイワンツースリーフォーワンツーラッサビでございます。じゃあただですね、 D メラゆっくりとしてみましょう。ジヒョちゃんのパーからいきます。せーの、ファイシクセブンエイワンツーエンスリーフォーファイシクセブンエイワンツーエンスリー4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 ラストです。はい、では早いカウントでいってみよう。1 2せーの、ファイシックセブンエイワンツースリーフォー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 ワンツースリーやってまいりました。ラストビパートでございます。フル尺解説ね、最後のパートになっております。そしてなんと 98% 繰り返し、イエイ。ということで、1番にあったサビをフルで繰り返してもらって、でそれに2番であったこれをくっつけてもらってっていう感じになっております。でほんの一番最後だけジフちゃんちょっと一緒に真似して最後のポーズ作っていきたいと思います。こっからいきましょうか。セブン、エイ、ここまで繰り返しです。One and two and three four and five six seven eight one and two and three four 来ました。そしたらですね、ジヒョちゃんここ繰り返しなんですけれども、ふー一本になります。一回したらこのまま後ろに引いてきて、前の肩開く、上げて、ふー沈みます。はい、ここまで来たら終わりでございます。大丈夫ですか。最後、チャーララ。2番の時は、ファイシック。2回チョンチョンしたと思うんですけど、ラッサビの時は1回だけなります。なので、スー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 来ました。ファイシックス。したら、セブンで1回この左肩をブーン、後ろに回します。A で向きを変えて。で、ワン。胸が前に行って沈みます。はい、ちょっとね、ふーふー振ってあげる感じかなと思います。前に振って横に向き変える。その時に左肩が降りる、上がる、でドン、胸が前に切る、というところだけ繰り返しじゃなくて新しい振りになります。ですか。では、ラストビですね、確認して終わりたいと思います。詳しい解説は概要欄もしくはコメント欄の固定の方ね、見てみてください。ではなよちゃんのワンツーからいきましょうか。せーの、ワン、ツー、エン、スリー、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、イ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、
はい、皆様フルショー解説いかがでしたでしょうか。ぜひですね、感想をコメント欄に残していただけると嬉しいです。そしてこのジリコダンス部のチャンネルでは皆様と楽しくダンスが踊れるような振り付け解説動画やトーク動画等を出しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画も楽しみに待っていてください。それではまたお会いしましょう。アツプリッ。